ちょっと砂田を試してみる。砂田を試す。そもそも残る。やったあれごめん砂田ごめん砂田ごめんあ、これちょっと汗かいてる、すげえ。あ、やべ、作戦指示もしなかった。もうミスが多い。これはダメだ。馬沼メーカーが父エンパイアメーカーの母エベレストロード、まあ、これをどうしていきましょうかと。あと俺がすげえサクサク調教してたじゃない、はい、なんとなく俺攻略本とか今回買ってないわけですよ。で今まで遊んでた、もう俺大学の時に大講堂の講義の時後ろの席座ってずっとアドバンスのダビスタをやってたんだけど、その時の感覚で言うと調教の効果、まあ、ダートはスタミナ、はいはいはい、で芝半路がスピード、ポリトラックもスピードだけど効果はこうなのかな、はいはい、効果的にはで、プールは絞るみたいな。この効果と比例して怪我率みたいな、はいはい、怪我率みたいなのも上がっちゃうよと。で、あーなるほど、そうそう、で、はいはい、合わせ馬と単走があるじゃないですか。あ、どうで走るのか、そうそうそう、他の馬と一緒に走らせるのか。そう、効果は合わせ馬の方が効果は高いけど、合わせ馬だと調子が変わっちゃうかもしれない。で、俺前回単走を結構使ってて、で、馬沼メーカー結構真面目に走ってくれた子じゃない、はいはいはい、調子を維持してくれてた子なんで、あんまりこう合わせ馬をして調子をのバイオリズムをこう下げたくなかったんで、単走をメインでやってました。とはいえ絶好調は続かないんで、はい、こうちょっと調子が落ちてきたら状態上向いてきましたよみたいなコメントをもらってから一気に合わせるまで調子も上げつつ、いい感じになったら単走でその調子をキープみたいな、そんな感じで調教のララバイですから。僕はそうだっけ、もう任せきってますけど。まあ3走目、あ、3走目は俺が失敗したやつだ。ローテがおかしくなっちゃって、東京競馬場のマイルを走らせようと思ったところカレンダーを送ってしまって、はいはい、日本所属なのに、小倉に行って汗だらだらと。なのでそう、まあ、見本所属っていうところも意識しながらやっていきましょうという感じでございます、はい、じゃああれだね、あまり攻める感じではなくて、自己条件を走っていくっていうスタンスで今日はちょっとやっていきましょうか。そうですね、そうですね、僕の感覚では1004、1006あたりをしばらくは、あとお気づきの方もいるかもしれませんが、今回からゲーム音が入っております。前回は無音で、そうなんですよ、設定をちょっとミスしまして、今回はちゃんと実況もお届けできると思いますので、うん、砂田なんか言ってるよ。ああ、でもお、ありっちゃありですけどね、距離も狙ってたところでしょ。砂田はね、ルメール空いてるんですよ、川田空いてないけど、あー一回もう買ってほしいですからね。こっちはもうローテ間違えて焦ってますからね。ルメール言っときましょうか。ルメールさん、とうとう、ただちょっと待ってね、今馬体重を見た感じですね、ちょっと重いんですよ。なので調子を下げない程度に、はいはいはい、厳しめに半路いっぱいいいですねぐらいかな。満足の、これで負けたら仕方ありませんって。うわ、こんな砂田マジか。マジか砂田。全然砂田さんの言うこと僕たち聞いてないですか。だってデビュー戦で芝選んだよ、要素1ミリも芝の血統というか要素ないんですけど、血統的には阪神の輸送があるんで、これ馬体重も変わってくるのかな。あと客室だけ、あ、しっかり、そうよ、もう俺はミスしないよ、ま、ルメールさんに任すという手もある。入れ込んでるととか、これパドック見てからできるんですか。うん、あ、ちょっとご覧印、おお、ご覧よ、これ G1 見えてきてんじゃないの。いいですね、外枠、まあまあ阪神の外枠ね、芝発想なんで。あ、なるほど、あ、なるほど、あれが、あの動画が動画にもあるようにそうですよ、まあ、たまに死ぬほど打ち有利なババの時ありますけど。そうだね、量てかさ、あ、この音楽いいですね、もう完全に競馬場にいる感じだもんね、これね。ちょっと脳汁が、いや、本当ですよ、ワクワク。本番は入場の音楽完全に使ってくれてますからね。伊崎さんぽい。
まあ、みんななんかね、いい、まだ汗だらだらのが出てきてないですけど、ね、外枠に汗だらだらのいないですか、14番出ない、もうダメですね、これは9、あーちょっと入れ込んでるんだ、汗だらだらなんだな、9の後ろには痛くないこれ、そう、あ、こういうとこちょっと汗かいてる汗の感じがこんな違うんだね、なんか、芸が細かいですね、本当にダビスター気合いのりが明らかに悪いよ、次ですよ、次ですよ、注文が、うわあ、汗かいてない、仕上がってないですか、これどうですか、今のところ一番人気ですよ、バカにおい、口悪いぞおい、いや、でも、いいですね、いいんじゃないですか、これいいんじゃないですか、まあ、杖足みたいに杖やっちゃいます、任せんと刺す、刺すとも追い込みまで何があるんですかね、作戦って、あれとかと思う、あ、ルメール、ルメールさんが乗り方どうしましょうお任せしてみても、まあ、日本語上手くなったな、ルメールさんも刺しって刺しみたいですね、刺しちょっと見たい、ちょっと先行ダメスタって毎回ね、先行逃げ有利になったりするんですよ、そうなんですよ、なので追い込みとか極端なよりは、うん、まあ、刺しでいきましょうか、そうですね、刺しです、ルメールの刺しを見てみましょう、馬券はやらない、まあいいか、じゃあ行きましょう、あ、そう、馬券でお金を稼ぐことなんです、締め切りごとです、すごいすごいな、これ前回あれなかったのが悔やまれますね、音がなかったのに、あー来たよ、朝10時じゃないですか昼飯前ですね、阪神、いやー、本当にです、ちょうどいいですね、いや、ちょっと本当勝って、うん、僕たち衝撃のデビュー見たんで、もう、そうよ、夢膨らんでます、うわ、実験、あ、そうだ、初めて呼ばれるの危険じゃない、まあ、ですね、馬沼メイキか、あー、スタートいいよ、スタートよくて外枠ですよ、もうだってここで足温存できますからね、リアルやな、あれこれいっちゃう、まあまあ、でもまあまあ、全然、ルベールさんに任せましょう、そうか、ちょっと前行かして、スタートがもう完璧でしたからね、いや、すごい、いや、これは勝ってくれるでしょ、進行めぐちゃん、この手でさ、負けるね、パターンが、なんかだってこれ馬券買ってても見てたらなんかもう来るやつやんと思う絵ですよね、ぶっちぎるんじゃん、外回すな私たちの馬を、ただ呼ばれてるの聞いてないですね、まだ聞いてないな、どこ行く、外だな、いやでも全然今までと全然違う、手応えが違う、手応えが違う、あ、いや違う、組むのある、いやでもこれはきっちり、これはきっちり差し切ってくれるよね、どうだい、あの迫る、おい、ちょっとルメールさんよ、外なくて進行めぐちゃんが止めてくれました、これどうだ、スタートが良かったのがあだとなった感じかい、枠もあれんちゃいます、やっぱ内から決まってるんで、あ、なるほど、でもまあ3着、まあ前走のやっぱ汗だらだらを考えたらまあまあ前進したと、まあ、そうか、見るべきか、なるほどね、次からちょっとルメールさんに乗ってもらうときは任せてみましょうか、任せるか、変に指示するより、はい、でも指示通りは走ってないからね彼、ちなみにエンパイアメーカーは外枠の方が一応いいというデータがあります、なのにだよあ、でもまだ疲れもない、ちょっと勝たせたいっすね、どうした砂田、何言ってくる、砂田どう調子がいいからか、中山戦にだから、その俺らの中にあるこの新馬の衝撃、はいはい、あれを引きずるのもな、まあ、一回砂田にちょっと砂田さんに託してみます、託してみるか、王子褒章を受章されました柴田義朝先生も、なるほど、全てを運命に委ねてみましょうか、委ねてみるか、砂田と先生にちょっと、まあでもまあ一回見ましょう、あとあとですね、まあ一旦馬沼メーカーの出走は置いておきまして、はいはい、種付けをどうしようかなというところなんですよ、繁殖品ここか、どうします、同じエンパイアメーカーをつけるっていうのもありだし、芝の馬で相性がいいのは、うん、まああの、うん、ロードカナロはディープインパクトハーツくらいが合うらしい、うん、でダート版でよぎのはキングカメハメハ、まあ、ゴールドアリュー、もうね、今出てきた4頭の中
3等ぐらいはもう僕らの財力ではね、夢のまた夢なんですよね。このゴールドアビュー、いいっすね。まだ ダートにはなりますけど、サンデー系のダート1本作っとくっていうのは、うん、ありかもですね。ノーザンダンサーもクロスになるし、ホロリもクロスになるし、これ行ってみます。面白そうなんですね、うん、これじゃあちょっとつけてみましょうか、なんかちょっと賞金稼いでる気になってるけど結構カツカツなんだよ。そうですね、行っちゃうか。いやでも大丈夫、馬沼メーカーが稼いでくれるはず。もうちょい行けそうです。そうだね、じゃあこれで行きましょう、はい、言われてますよ。なんちゅう渋い顔してんねんいや、いけるでしょ。だって、ウマンメーカー頑張る。いや、まあ、多分いけるいけるいける。こんぐらいは、もっとは取れると思う。取れるでしょう。相当、ダート色濃くなってきましたね。あとは、ヒンバが生まれてくれたらな。必ずつけることを目標に、ウマンメーカーに稼いでもらいましょう。よし。もう、自己条件脱出しましょうよ。状態は大外ですね。ただ、前回ほど印がついていない。枠嫌われるなぁ。まあ、でもまあ、ほんまにそれこそ中山戦にも、外枠、先行馬、先行馬に有利なだけですけどね。吉富先生に任せましょうか。あ、所有馬、じゃあ、これでいけるんだ。あ、一気にいけるわ、所有馬。どうだい、一応一番に、ちょっと入れ込んでる。あれ、また言われてるよ。こう、買ったら適性がおかしいかもしれないですよね。吉富先生。吉富先生、じゃあ。作戦は先生にお任せします。顔ルメールと一緒ですお願いします。いきましょう。さあ、締め切りましたよ。馬の名前が副賞だけ買うのもありでしょ増やしていくっていうありだけどな。買ったら嬉しいし、そうだな。いや、ここかちょっと、もうこれなんかと、もうたら東京戦3ぐらいしか残ってない。レース選ぶのが大変だよ、東京戦3は。なあ、メンツ的にももう渋って桜咲いてる。ああ、いいですね。まだ量なんですね。まだ量だね。どうだい、先生。先生、何する気？先生、どうする？まずは先行争い。外から押して、ここ平坦なんでね。あ、でも控えてくれるか。ちょっと差し控えてか。だいぶやっぱ外だ。外枠引くと外なんだな。本当に外回しますね。うちに入れるとかいうのはゲーム上難しいのかなどんどん何距離、何メートル走ってんの。すごいっすね。これどうだ、もうちょっと上がってきた。えらい、そうまくってる。行ったね。でも外へ、どこ行くね。勝ちに行ってるよ。でもどこ行くね。あー、どうだこれ。俺さすが見たことないっすよ、この絵で。どうだ。でも中山の戦略は意外と差し来るよ。いや、なんぼほど人気裏切んねん、うちの馬。これは厳しいか。いや、先生、戦には向いてないっすね。先生、戦には向いてなさそうですね。なるほど。ちょっと賞金も獲得できないし、ちょっと牧場経営が怪しくなってきましたよ、これ。全然砂田さん、何も言うてくれないじゃないですか。あなたが本当だよ。お前が出ろっつって、それに合わせてこっちが調教してるぐらいの感じだぞ。